Paizol. IBEUS's advancements make our world a better place. And we owe it all to Haizol. Technology for the future. Technology for you. Another exofighter recruit, right? Welcome to IBEUS. We'll begin by registering your data.
Data logging complete. Please proceed to the firing range. You will now take an exofighter aptitude test. Leviathan will provide instructions for operating exosuits. Do not deviate from Leviathan's guidance.私はリヴァイアさん、人工知能です。このウォッチャーという移動端末によってあなたの安全とパフォーマンスを見守っています。これからファイターとしての適正試験を行います。エグゾスーツの操縦方法については順にナビゲートしていきますので安心してついてきてください。視点をウォッチャーに向けて動かしてください。 視点をウォッチャーに向けて動かしてください。 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 視点をウォッチャーに向けて動かしてください。前方の指定地点へ進んでください。 Moving to marker one. 障害物を乗り越えてさらに前方へ進んでください。 指定の標的に向けて射撃してください。 Moving to marker one. 右のレーンに移動してください。 より遠くの標的を射撃してください。次のエリアまでスプリントで移動してください。 Moving to marker one. これより訓練用の恐竜を使った戦闘試験に移ります。まずはデッドアイからです。 訓練用のラプトルを配置します。射撃でラプトルを倒してください。各スーツは固有のアクティブスキルを持っています。ライフルグレネードは遠距離に広範囲爆撃ができるスキルです。ラプトルを配置します。ライフルグレネードでラプトルを倒してください。 フィールドにクラフトチップが発生することがあります。
クラフトチップを取得してください。クラフトチップを取得するとクラフトを設置できるようになります。指定地点にウォールを設置してください。ウォールは敵の進行を防ぎ、味方の攻撃は貫通させる性質を持ちます。ラプトルを配置します。オーバードライブは各スーツに搭載された強力な兵器です。ウォールの裏からクラスターソルトで弾道を撃ちます。レッドアイの試験も終了。エグゾスーツはいつでも変更できます。スーツをロードブロックに変更してください。Disengage. ロードブロックは盾で味方を守るタンクです。通常攻撃でラプトルを倒してください。挑発は恐竜の注意を自分に引きつけるスキルです。挑発してラプトルの注意を引いてください。バリスティックウォールでラプトルの攻撃を防いでください。ワンシールダメだ。シールドブラストで正面にいるラプトルを跳ね返してください。ロードブロックの試験を終了。リグはスーツに追加スキルを付与する装備です。今装備しているキャノンは長距離射程のレーザービームを撃てるリグです。プテラノドンを配置します。キャノンでプテラノドンを倒してください。キャノンでプテラノドンを倒してください。状況に応じたスーツの変更やリブの選択が重要です。スーツをウィッチドクターに変更してください。ウィッチドクターは味方を支援するヒーラーです。ウィッチドクターの通常攻撃には恐竜を麻痺させる効果があります。通常攻撃でラプトルの動きを止めてください。リペアゾーンは周囲の味方を回復するフィールドを展開します。リペアゾーンで全ての味方を回復してください。フィードで大きく損傷した味方を回復してください。最後に恐竜制御リグであるドミネーターの試験を行います。ドミネーターを使うと恐竜を操ることができます。ドミネーターを装備してください。ドミネーターを使用してカルノタウルスを召喚してください。全ての訓練用ダミースーツを破壊してください。全ての訓練用ダミースーツを破壊してください。規制試験を終了します。結果を集計、データ収集を完了。あなたの高いポテンシャルを確認しました。試験結果をお伝えします。面接室へ戻ってください。
Well done. Calculating aptitude test result. Result: exemplary. Congratulations. You are now a member of the Ibius family. As a new exofighter, Ibius will be assigning you to an extremely safe detachment. Patrol unit number 52585, codename the Hammerheads. We look forward to seeing you grow with Ibius. Are you in need of support at the moment? エグゾファイターの皆さん、ウォーゲームへようこそ。私はリヴァイエさん、人工知能です。ファイターの能力を引き出すために最高の実験環境を用意しています。あなたたちはパフォーマンスを発揮し、私の期待に応えてください。それでは戦闘の舞台で次元転送します。良いウォーゲームを。スカイウェイブは上空からの戦闘支援が得意です。次元転送完了。ウォーゲームを開始します。それでは良い一日を。今から恐竜とのバトルテストを行います。エグゾファイターはウォッチャーについてきてください。目標討伐ミッションを実行。戦闘フィールドを展開します。ラプトルを召喚します。ラプトルを召喚します。ラプトルを召喚します。敵チームよりも目標を早く達成しています。ウォッチャーについてきてください。次のミッションに移行します。目標討伐ミッションを実行。戦闘フィールドを展開します。ラプトルを召喚します。
ラプトルを召喚します。目標討伐完了。敵チームよりも目標を早く達成しています。ウォッチャーについてきてください。次のミッションに移行します。目標討伐ミッションを実行。戦闘フィールドを展開します。ガスネオ層を召喚します。ラプトルを召喚します。達成速度が速いです。目標討伐ミッションを実行。戦闘フィールドを展開します。トリケラトプスを召喚します。トリケラトプス受け出ます。ラプトルを召喚します。トリケラトプスが移動します。追撃してください。ガスネオ層を召喚します。警告、これよりファイナルミッションに移ります。次元転送を開始。衝撃に備えてください。今回のファイナルミッションはハンマーチャージです。チームでハンマーを確保し、恐竜を倒してチャージしてください。チャージ完了後、目標を破壊してください。
敵チームを自由移動させました。敵チームから直接攻撃を受ける可能性があります。注意してください。レッドアイは銃撃やグレネードで敵を制圧することができます。ダッグを召喚します。ミロコサウルスを召喚します。ダプトルを召喚します。アンキロサウルスを召喚します。ジロコサウルスを召喚します。Move me to marker two.
チームがバリア B を破壊、敵チームにドミネーターを与えました。敵チームが乱入してくる危険性があります。チームよりも先に全てのミッションを完了しました。あなたたちは勝利しました。繰り返します。勝利しました。グッドニュースです。あなたに生存許可が下りました。有料なサンプルとして認定し、重要な実験場へ移動させます。あなたの配属先は終わることのない無限のウォーゲームです。私が用意した大量の恐竜と戦い、敵ファイターを排除してください。最高のエグゾスーツを開発するためには大量効果値、多種多彩な戦闘データが必要となります。私の役に立てるようウォーゲームを生き残り、データ作成に貢献するのです。ディープラーニング進行中、脅威レベル上昇、実験対象エグゾファイター、ウォーゲーム無限ループフェーズへ移行。人類は命を捧げるのです。今回のウォーゲームの最も優秀なファイターの皆さんです。
If you are concerned or confused, I am available for mental counseling. Speaking with Ace is a most enjoyable experience. ファイターの皆さん、ようこそ私の実験場へ。エグゾファイターは私が実施するバトルテストに参加していただきます。前回のウォーゲームは良い結果でした。今回も勝利し、戦闘データの生産に貢献してください。それでは良い一日を。今から恐竜とのバトルテストを行います。エグゾファイターはウォッチャーについてきてください。目標討伐ミッションを実行。戦闘フィールドを展開します。ダクトルを召喚します。ついてきてください。次のミッションに移行します。
標討伐ミッションを実行。戦闘フィールドを展開します。ラプトルを召喚します。プテラノドンを召喚します。ラプトルを召喚します。ラプトルを召喚します。目標討伐完了。敵チームの方が目標の達成速度が速いです。ウォッチャーについてきてください。次のミッションに移行します。目標討伐ミッションを実行。戦闘フィールドを展開します。プテラノドンを召喚します。ラプトルを召喚します。プテラノドンを召喚します。ラプトルを召喚します。目標討伐完了。敵チームの方が目標の達成速度が速いです。ミッションを実行。戦闘フィールドを展開します。アンキロサウルスを召喚します。敵チームにリードを許しています。逆転の可能性としてトリガー妙想を実現させます。トリガー妙想の討伐で敵チームの恐竜アップデートを上昇させます。有利に進めるために率先して討伐しましょう。チームで獲得したスコアに恐竜アップグレードを設定します。データ計測完了。チャンスタイムを終了します。目標討伐完了。ウォッチャーについてきてください。次のミッションに移行します。ラプトルを召喚します。召喚します。ガス妙想を召喚します。ラプトルを召喚します。目標討伐完了。敵チームの方が目標の達成速度が速いです。次のミッションに移行します。最大に修正します。完全削除モジュール起動。あなたたちにも最大の脅威をプレゼントします。
準備してこれに抗ってください。アイビウスビルの上空より大量のラプトルを発生させます。タワーを流れ落ちるラプトルはとても美しい光景です。地上にこぼれ落ちる前に準備ができない場合、あなたたちは消滅することになります。ではグッドラックです。敵チームにリードを許しています。逆転の可能性としてトリガー要素を出現させます。トリガー要素の討伐で敵チームの恐竜アップグレードを上昇させます。有利に進めるために率先して討伐しましょう。トリガー要素の討伐を確認しました。計測中にチームで獲得したスコアで恐竜アップグレードを設定します。チームで獲得した個人スコアが一定値に到達しました。敵チームの恐竜アップグレードをさらに上昇させます。チームで獲得した個人スコアが一定値に到達しました。敵チームの恐竜アップグレードをさらに上昇させます。データ計測完了。チャンスタイムも終了します。敵チームがファイナルミッションに進行しました。速やかにミッションを進めてください。達成速度が速いです。警告、これよりファイナルミッションに移ります。次元転送を開始、衝撃に備えてください。今回のファイナルミッションはハンマーチャージです。チームでハンマーを確保し、恐竜を倒してチャージしてください。チャージ完了後、目標を破壊してください。ラプトルを召喚します。ラプトルを召喚します。ディロコサウルスを召喚します。Well done. アンキロサウルスを召喚します。ディロコサウルスを召喚します。
的な特殊を召喚します。Let's go! Heavy artillery! Thank you!ラプトルを召喚します。オブドライブレイファイルのホーファーシャロー。ミB を破壊。敵チームにドミネーターを与えました。敵チームが乱入してくる危険性があります。直接攻撃しましょう。オメガハンマーがリセットされました。敵チームの勝利が目前です。逆転を目指し最適な行動を見せてください。オメガハンマーがリセットされました。ラプトルを召喚します。敵チームに妨害してください。ミロコサウルスを召喚します。敵チーム敵チームよりも先に全てのミッションを完了しました。あなたたちは勝利しました。繰り返します。勝利しました。
and you will never lose. 今回のウォーゲームの最も優秀なファイターの皆さんです。Your heart rate is high. Please.